大事な話があるんだ、美穂。ちょっと今いいか。どうしたの？休みだし、ちょうど家にいたから大丈夫だけど。実は俺、好きな人がいるんだよね。それは婚約者の私のことだよね。改まって急にどうしたのよ。いや、もう俺はお前なんか好きじゃない。え？俺はゆいちゃんが好きなんだ。そして彼女と付き合っている。だから美穂、もう俺とは別れてくれ。そんな、ゆいと付き合っているって、まさか私の妹のゆいのこと？なあ、そうだ。俺はお前の妹のゆいちゃんと付き合っているんだ。嘘でしょ？私というものがいながら浮気だなんて、しかも恋人の妹と浮気なんてバカじゃないの？うるせえ。俺たちの愛は本物なんだ。本物って、それじゃあ私たちは何だったのよ。7年もずっと付き合ってきたのに。ったく、お前のせいで7年も時間を無駄にしたぜ。お前が早くゆいちゃんを俺に紹介していれば、そしたら早く彼女と付き合えたのによ。はあ？ゆいちゃんは俺の理想にぴったりなんだ。美人でお前とは比べ物にならないくらい可愛くて、まさかブスのお前にあんな美人の妹がいるとは思わなかったよ。なんですって？美穂はそれなりにいい彼女だったと思っているよ。優しいし、ご飯もうまいし、居心地いいし。でもお前といるとき、いつも何か物足りないと思っていたんだ。でもそれが何かやっとわかった。やっぱり顔は大事だわ。はあ？どうせ女なんて年を取ったらみんな劣化しておばさんになる。だから結婚相手に顔なんか関係ないと思ってお前と付き合っていた。でもゆいちゃんと付き合ってわかったよ。どんなに性格が良くても美人には勝てねえわ。妹の言えば、あんたの言う通り確かに美人よ。ミスコンの優勝経験もあるし、昔から美人として地元でも有名だった。でもまさか大輔までゆいに夢中になるなんて。美人と一緒にいるだけで幸せな気持ちになるんだよな。美穂と違って料理も家事もかなり苦手みたいだけど、でも可愛い女の子なら何でも許せちゃうんだよね。ずいぶんとあの子にベタボレなのね。ああ、もう俺の頭の中は彼女でいっぱいだよ。なんだったらご飯も掃除も全部俺がやってあげたいし、ゆいちゃんと同じ空間にいるだけでもう幸せなんだよね。そんなにぞっこんならもう私たちは別れるしかないわね。私と結婚するって言っていたのに、今年は私が30歳になるから誕生日に入籍するって約束してくれていたのに。はあ？そんなこと俺言ったっけ？全然覚えていないわ。え？期待させていたんだったらごめんな。俺はお前と結婚なんかしないし別れる。そして俺はゆいちゃんと結婚するんだ。ゆい、正直に全部答えて。あなた本当に大輔と付き合っているの？え、なんでお姉ちゃんが知っているの？私たちちゃんとバレないように隠していたのに。大輔本人から聞いたのよ。っていうか彼が自分で打ち明けてきたの。ゆいと付き合っているから別れてくれって。私を捨ててあなたと結婚したいんですって。やっぱ大輔さんたら本当にお姉ちゃんと別れちゃったんだ。あんなの冗談だったのに。え、冗談？私としては遊びで付き合ってるつもりなんだけど、大輔さん私のこと本気で好きになっちゃったみたいでね。最近は泊まりで温泉旅行に行きたいってしつこいの。だから私行って言ったんだよね。お泊まり旅行は結婚する人だけって決めているのって。まさかそれで大輔は私に別れ話を？そうだろうね。だって大輔さん言ってたもん。じゃあ俺と結婚しよう。美穂のことはすぐ捨てるからって。はあ？まさか本当に別れてきてくれるとはね。有言実行の男なんて結構やるじゃない。そこまでしてくれるんだったら本当に結婚してあげよっかな。大輔はかなりあんたに本気みたいだったわ。でもゆいは遊びで付き合っていたのね。正確に言うと遊び半分本気半分って感じかな。え？結構イケメンだし前からいいなって思っていたんだよね。でもお姉ちゃんとは7年も付き合っているんでしょ。まさかそこからお姉ちゃんを捨てると思えなかったからさ、略奪は無理だろうなって思って遊んでいたの。7年も付き合っていた割にはあっさりしてたけどね。マジウケる。でもある意味これで良かったんじゃない？別れられておめでとうお姉ちゃん。え？正直言ってお姉ちゃんと大輔さんってお似合いじゃないもん。イケメンとブスカップルが結婚してもどうせすぐ離婚になっていたよ。だからバツイチになって恥をかく前に別れられてよかった。
ったじゃん。なんですって？きっと私と大輔さんなら美男美女で絶対にうまくいくわ。彼の本気に応えて結婚してあげよっかな。私お姉ちゃんの分も幸せになってあげるね。人を傷つけた人たちが幸せになれるわけないでしょ。いくら見た目だけ整っていてもね、見ている人はその人の中身をちゃんと見ているのよ。こんな風に姉を傷つけておいてどうなっても知らないからね。はあ、まさか美男美女の私たちにこれから不幸なことが起きるとでも？これ以上は何も言えないわ。でも今後起きることは私は何も関係ないからね。え？元カノとして一応アドバイスしてあげるわ。大輔って大酒飲みで普段はお酒にも強いけどね、たまにとんでもない失敗をする時があるから気をつけてね。ちょっとお姉ちゃん、なんか不穏なこと言い残すのやめてよ。言いたいことがあるならちゃんと言ってよ。これ以上は何も言うつもりはないわ。どうぞ彼とお幸せにね。おい聞いてくれよ美穂、俺ついにゆいちゃんにプロポーズするぞ。え、本当にあんな子と結婚するつもりなの？当たり前だろ。じゃなかったら何のためにお前と別れたんだよ。そうだけど、あまりにも展開が早すぎてびっくりしたの。私たちは結婚の話が出るまで7年もかかったのに、ゆいとはすぐに結婚の決意を固められるのね。ブスとの結婚は焦る必要もないからな。男は本気になった女には早いんだよ。ああそうですか。結婚指輪も買ったんだけどすごく高くてさ。でもゆいちゃんが喜ぶこと間違いなし、絶対にプロポーズの返事はイエスだし、すぐに入籍してやるぜ。今までに見たことがないくらいテンションが高いわね。お前は逆にいつもよりテンションが低いな。好きな男は妹に取られたからっていつまでふてくされてんだよ。俺への未練が残る気持ちはわかるけどさ。は？まあでも30直前で彼氏に捨てられたんだ。落ち込むのも仕方がないか。でも少しは元気出せって。結婚したら義弟としてお前のことも気にかけてやるからさ。義弟ね。よくプロポーズが絶対に成功すると思い込めるわね。この俺がプロポーズしてやるんだから当然だろ。それにこんなに高価な婚約指輪だって用意しているんだ。これからは義弟としてよろしくね。結婚式も呼んでやるから、ちゃんと親族として出席しろよ。婚約破棄したって聞いたけど、え、ものすごく浮かれているところ悪いんだけどね。実はさっきゆいから急ぎの電話があったの。大輔とはすぐに別れる。婚約破棄するから全部許してくれってね。どういうことだ？なんでゆいちゃんがそんなことを言うんだよ。それに許してくれって、まさかお前嫉妬で嫌がらせでもしたのか？私は何もしてないわよ。でも普通に考えて、姉の婚約者を妹が略奪なんてひどい話だよね。当然うちの両親は怒るし、ゆいに絶縁宣言をしたみたいなの。え、そうなの？しかもうちの親族で一番力のある香りおばさんも怒らせちゃってね。おばさんはこの辺の大地主でもあるのよ。しかもいくつも会社を経営していてね、県知事や市長ですら頭を下げるぐらいの人なんだよね。え、そんな立場の強い人がお前の親戚にいたのか？そんな人に睨まれたら生きていけないよね。だからゆいも慌ててあんたと別れることにしたのよ。そんな、せっかく高い婚約指輪を用意したのに。私の義弟になるつもり満々だったけど、どうなるかわからなくなったわね。こんなのおかしいだろう。略奪で家族や親戚に反対されるのはわかるけどさ、でも所詮ただのジジイやババアだろう。ちょっと金や権力があるぐらいで俺と別れる必要なんてないじゃないか。じゃああんただけでも反抗してみたら？俺たちの結婚を認めてくださいって香りおばさんに頭を下げてみなよ。あんたにとっても知らない人じゃないし、直接会えるはずだから。その人って俺と何か関わりがあるのか？あんたの会社の社長だよ。大輔の職場、香りおばさんが経営している会社の一つなんだよね。なんだって？それに以前直接おばさんと話したことがあるじゃない？確か会社の50周年パーティーだっけ。ついでに年間の営業成績の表彰式もあってさ、大輔仕事だけはできるから社長賞をもらっていたよね。あの社長がお前の親戚だと？社員の家族や恋人も呼んで OK の大きいパーティーだったよね。私も大輔に呼んでもらえたからよく覚えているわ。言われてみればお前って社長と名字一緒だよな。しかもなんとなく顔も似ていたかも。親戚だから似ているかもしれないわね。そんな
その様子じゃ香織おばさんに何を話したか全然覚えていないよね。え、俺なんか社長にまずいことでも言ったのか。その時はまずいことでもなかったけど、今となってはかなりまずいこと言っちゃったわよね。だって大輔、社長の前で私との結婚を宣言したんだもの。なんだよそれ、そんなの記憶にないぞ。おばさんは社長としてパーティー中全社員にねぎらいの言葉をかけていたわ。そして社長賞を受賞して浮かれきっているあんたにも声をかけてくれた。でもその時の大輔はもうすでにボトルワインを5本も開けていて、覚えていないのも仕方がないから。そういえば受賞後の記憶はぽっかりないかも。あんな大きい会場での表彰なんて初めてで、それで嬉しくなってめちゃくちゃ飲んだのを覚えているけど、お酒の勢いもあってすごかったわ。俺こいつの30歳の誕生日に結婚してやるんです。その時はぜひ社長も式に来てくださいよ。もちろんお祝いも社長としてたっぷりよろしくです。って嘘だろ、俺そんな失礼な態度で社長に、いやお前のおばさんに結婚を宣言していたのか。大輔って大酒飲みでお酒にも強いからね。ろれつも回っているし、パッと見は全然酔っている感じしないけど、7年も付き合ってきた私にはわかるわ。あの時のあなたは珍しいくらいの泥酔だったって。そんな社長の前であんなに短歌を切っていたくせに、それがまさかの破局、しかも妹と略奪婚する気なんて、そりゃ香織おばさんもブチギレよね。浮かれて両親に結婚報告したゆいが怒られるのも当然よ。すぐに香織おばさんにも呼び出されて雷が落ちたらしいわ。それで俺と別れるって言い出したのか。そんな状態だけどプロポーズ頑張ってね。給料3ヶ月分の高価な婚約指輪ちゃんと受け取ってもらえるといいね。お姉ちゃん、私大輔さんからのプロポーズを断ったの。婚約指輪をもらったけどちゃんと返したから、だからお願い、私のことを許して。許すって何よ。常日頃から姉をブスタと見下していたこと、それともそんな姉から婚約者を奪ったことかしら。全部だよ、全部ちゃんと謝るから許してちょうだい。それでお父さんたちに絶縁の取り下げを頼んでほしいの。そんなことは私に言われてもね、あんたが謝っても略奪した事実が消えるわけじゃないし、私は両親を説得なんかしないわよ。じゃあせめて香織おばさんだけでも説得してよ。私を許すように言って。おばさんを敵に回したら地元じゃ生きていけないよ。別におばさんはあんたに何もしていないでしょ。ただ一度だけ呼び出して大説教しただけ。あんたおばさんの会社で働いてるわけでもないし、何も影響はないんじゃないかしら。それがめちゃくちゃ影響出ているんだよ。私がおばさんを怒らせたことがかなり広まっていて、キープの男たち全員に逃げられたの。キープの男って、あんたが大好きがいながら何人と遊んでいたのよ。別にいいでしょ、私が美人すぎて勝手に向こうから寄ってくるんだから。その中でもイケメンや金持ちのえりすぐりの男をキープしていたの。でもみんなどんどん私をブロックしているの。絶対におばさんの影響だわ。今のあんたは香織おばさんを怒らせたとんでも娘だもんね。さわらの神にはたたりなしって言葉もあるし、詳しい事情は知らなくてもとりあえず離れる人は出てくるわよね。ついには友達まで私をブロックしてきたの。みんなおばさんの会社で働いていたり、関連会社で働いていて、今ちょうど出世かかっている大事なところだからって、私と距離を置こうとしているの。あら、友達まで離れてしまうのも悲しいわね。それにしてもおばさん効果は絶大だわ。さすが王子の主権、やり手の女経営者ね。もうお姉ちゃんを頼るしかないの。お姉ちゃんからおばさんに言ってやって、もう私はゆいを許すことにしたのって。だからゆいのことはもう怒らないであげてって。無理です、だって私はあんたを許すつもりないもん。そんな、浮気に走るような大輔が一番最低なのは分かっているわ。でも浮気に誘うあんたも最低よ。そんなあんたを許すわけないでしょうが。だからそれは謝るって何度も言ってるじゃない。謝って済むのは小学生まで。いい大人なら大人の責任の取り方をしなさい。それじゃあね。みほ、俺やっぱりお前と結婚するよ。この婚約指輪お前にやるから。だからこの状況を何とかしてくれないか。は？俺今会社でかなり浮いているんだ。社長を怒らせたって、社長の大事な親戚をポイ捨てしたって話が広まっていてさ、今じゃ社内中から腫れ物扱いされているんだ。
おばさんが社長の会社だといろいろと大変ね。ゆうよりも被害が大きそうだわ。給料3ヶ月分の指輪をお前にやるよ。めちゃくちゃ綺麗な指輪だし、美穂にも似合うと思うんだ。浮気相手に返された指輪を元カノにあげようとしてんじゃないわよ。私はあんたと結婚しないし、よりも戻さない。妹と浮気する男なんて大物にしか見えないわ。大物だと？この俺が、そこそこイケメンの俺が大物だと？うん、とんでもなく汚いわ。7年も付き合った女性に対してリスペクトのかけらもないし、その上その妹と付き合う常識性と倫理観のなさ、もはやおぶついかね。 なんだと。それじゃさようなら。いつかそのいわくつきの指輪をもらってくれる人が現れるといいわね。大輔は会社の空気に耐えきれず、ついに自分から退職したと聞いています。しかし県内の、しかも同業種の会社はどこも、あの香里さんを怒らせたって聞いてるよ、そんな人はちょっとと採用を断られ続け、遠くの県外に引っ越したと聞いています。そして妹のゆいは、何度お願いしても両親から、姉の恋人に手を出すなんてそんなバカ娘は知らんと絶縁を取り下げてもらえず、友達を頼ろうとしても誰も力になってくれず、そのうちゆいも静かに県外に引っ越したそうですが、小さい頃からチヤホヤしてくれていた地元とは違い、ただのちょっと綺麗な人扱いに衝撃を受けているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。